最近さ、なんかちょっと怒った話っていうか、悲しかった話っていうか、そんな話があるんだけど、なんかね、最近私、家具を頼んだんですよ。で、家具を頼んで、すっごい大きい、自分と同じ身長ぐらいのサイズの段ボールが3つ、玄関前に届いたの。で、配達員の方が2人いて、2人で玄関前まで運んでくれたんだけど、で、私が、ごめんなさい、私の事情なんですけど、実はちょっと身ごもってて、一人でここまで運べないから、せめてね、ちょっと中までは運んでもらえないかなって。そんな外にさ、でっかいの置いといてもさ、共用部分だからマンションで、怒られちゃうし、一人で運べないから、手伝ってもらえませんかって、そのお兄さんたち二人に言ったら、一人の方はすごい親身になってくれてたんだけど、もう一人のちょっとリーダー的な方が、それはお客様の事情ですよね。そういうのやってないんで、誰か呼ぶなり、なんなりして、なんとかしてください。じゃあ、みたいな感じで言っちゃって。悲しくなった。なんで？だからしばらくね、玄関にずっと出しっぱで、マンションの防災センターの方にも管理人さんにも怒られ、ごめんなさいって謝ることしかできなかった。なんかリビングに入って、ここに設置してくれって言ってるわけではないの。ただせめて、こう、中に入れてもらいたかっただけなのに、冷たかった、めっちゃ。女性だろうが、妊婦さんだろうが、一人暮らしだろうが、そういうのやってないんで、お客様の事情ですよねって言われると、悲しい。人呼んでください、みたいな。そんなことがありました。思い出したらまた悲しくなってきた。でもサムギョプサル